日は全開ジャーのミニプラの発売日だけど、今日中に組み立て終わらないから、ガシャポンワンダーライドブック開封して遊んでいきます。皆さんこんにちは。3月22日月曜日のしょっちゃんです。本日はしょっちゃんが買ってきたものとその一部を紹介します。しょっちゃんが買ってきたものはまずこちら、ドドーンと全力全開ミニプラ全開合体シリーズ01全開をジュラカオンセットです。これね、今日発売なんだよね。でこちらね、作るのも大変だし、今日中にアップ難しいと思いまして、後日アップしたいと思います。なるべく早くねアップしていきます。で次に買ったものがこれ、行っちゃった、あ落ちた。もう一つこれ、これ坂になってんのかな、行っちゃった。こちらガシャポンワンダーライドブックです。ということでこれは組み立てるのに時間がかかるから、明日か明後日、今日はこっちのガシャポン見ていきたいと思います。ワンダーライドブックですね。今回挑戦してきましたガシャポン、こちらコレクタブルワンダーライドブックガシャポン16。16ってすごいね。ラインナップがワンダーワールド物語、遠影剣のろしワンダーライドブック、これがどうしても欲しくて今回挑戦してきました。もう一つ一寸武士ワンダーライドブックです。この2種類とガシャポン限定のキラキラメッキバージョン、全4種類のラインナップとなっております。でキラキラメッキバージョン、まあ当たればねそれはそれで嬉しいんですけれども、今回はねサーベラのワンダーワールド物語ワンダーライドブック欲しかったので挑戦してまいりました。では早速開けていきましょう。サーベラ早く見たいけどちょっと後に残しておいて、一寸武士ですね、見ていきます。でこれすぐね分かるんだよね、何がゲットできたかね。なのでとってもいいですね。ワンダーライドブックのガシャポン版は、今回2回目、一番最初のやつね挑戦したんですけどね、今回2回目になります。開かない、お開いた、はいこんな感じです。そうだね、半分に割れてるんだもんね。それがねなんかね残念な感じすごいしますけどね。すごい綺麗な水色です。色鮮やか。では組み立てていきましょう。よいしょ、結構バラバラだったのね。で、シールがねついてます。一寸武士、一寸帽子だよね本当はね、一寸武士でこんな感じのシールです。また後で詳しく見ていきましょう。そんじゃ組み立てます。よし、組み立て完成。ではシールを貼っていきます。シール貼り終わりました、完成です。おい、こんな感じで一寸武士って書いてあります。物語なので一番右側にセットすることになりますね。では近くから見ていきましょう、こんな感じ。はい、では開けていきます。これはどういう見た目、一番右にセットするから肩と手、そうだね、ここに手がありますね。でここ肩っていう感じかな。それでは何に書かれているか見ていきましょう。これ久しぶりだな。一寸武士って書いてます。そしてこちら、小さな武士が聖剣と交わり身に宿るですね。あとこれは仮面ライダーだよね。でここが、これは右の一冊さらなる本はね、こんな感じです。ストーリーページがあるとねもっと楽しいんですけどね。でこれ本体のみだと音は鳴らないということで、音鳴らないのに400円ってやっぱ高いなって思っちゃいました。300円でいいんじゃないのかな。まあそんなの今更言ってもしょうがないんですけどね。まずこちら一寸武士でした。音はね後ほどまとめて鳴らしていきたいと思います。では次行ってみましょう。
次はこちら、欲しかったよ、気になってたよ、サーベラさんのねワンダーライドブック。普通のね昆虫なんとかどうやっていつ手に入るのでしょうか。やっぱりねプレ版なのかななんて思っております。はい、こんな感じ、色がね渋いですね。本体はねこういう感じで、シールが、あー昆虫だ、すごい。では組み立てていきます。組み立てるところさっきも見たんで別にいいやって感じすると思います。完成したものをご覧ください。どうぞ。完成しました。こちらがワンダーワールド物語遠泳剣のろしワンダーライドブックです。とってもね変わった素材っていうか、まあプラスチックなのはプラスチックなんですけど、なんというか不思議な感じの、なんかね白いプツプツっていうのがあるような変わった感じのやつですね。なんか古めかしいというか、それこそなんか煙っぽいのかなというか、変わった感じしてます。後ろ側こんな感じです。ワンダーワールド物語ワンダーライドブックは初めてかな、初めてゲットしました。はい、では見ていきましょう。正面こんな感じです。ワンダーワールドストーリーオブ遠泳剣のろしって書いてますね。ここはちっちゃいな。ワンダーワールド、あ、同じですね。ここに書いてるの同じこと書いてあります。で、仮面ライダー、そして真ん中ですね。では開いていきます。はい、こんな感じ、すごい、なんか壁画みたいな感じなんですね。ではなんて書いてるのかな、読んでいきましょう。遠泳と昆虫とたゆたう騎士と平等を、遠泳と昆虫とたゆたう騎士と平等を、これ下に続くのかな、交わる一途な心がなりて守り抜く。なんか難しい、どういうことだろう。あれ、サベラって悪いやつじゃないのかな。どういうこと、混乱混乱。はい、こんな感じでサーベラの絵と昆虫の絵が描かれております。ここは同じですね。これは中央の一冊っていうので同じです。なんかねこの文章ね難しい、読み方合ってるのかなと思うし難しい。まあね、これからお話見ていけばサーベラの正体というのはわかると思うんですけれどもね、とっても気になる気持ちをね増やしてしまった、そんなワンダーライドブックでございます。では聖剣ソードライバーで遊んでいきましょう。まずはこっちのね一寸武士からやっていきます。いい音声でしたね。あれ、コレクタブルワンダーライドブックってこんなに音鳴ったっけ。もっとあんまり音鳴らなかったような気がしたんだけど、こんなに鳴ったっけ。いや、よかったです、よかったです。それではリードさせていきましょう。リード必殺技です。はい、ということで一寸武士ワンダーライドブック、こんな感じの音声でした。なんかいいね、ポンポンって太鼓たまんない。そんじゃ次行ってみましょう。ではこちら本日の大本命やっていきます。
おやおや、こちらはワンダーワールドブックの音っていう感じの音で、特別にね、このね、遠泳圏のろしの音とかはなさそうですね。なるほど、そっか。こういうコレクタブルワンダーライドブックものでも、それぞれの音の鳴るものと鳴らないものがあるっていうことなんですね。では、リード技いきます。どんな音が鳴るのでしょうか。はい、ということで、とある物語でした。ということで、皆さん今回久しぶりにコレクタブルワンダーライドブックシリーズのガシャポンワンダーライドブックやってまいりました。16段にもなっているのでね、すごいですね。キラキラメッキバージョン手に入ったらラッキーとか思ってたけど、やっぱりね、そう簡単に手に入るものじゃないんだなっていうのが分かりました。皆さんもね、ガシャポンワンダーライドブックやってみてはいかがでしょうか。ラインナップの数が少ないのでね、欲しいやつがなかなか手に入らないっていうことが起きにくいなとしょっちゃん思いました。しょっちゃんもね、これね、今回2回でね、それぞれ1個ずつ出たので、1個400円だっけ、800円で済みました。皆さんもぜひ挑戦してみてくださいてな感じで、先ほども言いましたが、これミニプラのね、全開王ジュラガオンセット、こちらは今まだ撮影中でございますので、本日はお預けです。お待ちくださいませ。ということで、今日はね、久しぶりのガシャポンだったのでとっても楽しかったです。さあ、ミニプラ組み立てるぞ。皆さん今日もね、最後まで見ていただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録やグッドボタンお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。ドロン。